ということで、今無理だよっていう方がいらっしゃいますので、そうでしょう、もう聞きたくない、もうお前たちの話は聞きたくない、そう思っておらっしゃる方が大勢おられる。だからあえて私は心からお願いしますということを申し上げていると。私は国会議員になって21年昭和61年、鳥取県から国会議員出してもらって、7、21年勤めて、同じようなことが何度かあります。覚えてらっしゃる方あるかもしれません。平成元年、今から20年近く前、政治不信の嵐が発生。竹下総理が辞め、宇野総理になって、リクルート、消費税、スキャンダル、誰も自民党の言うことなんか聞くもんか。そのように思って今はあれよりももっとひどい、自民党の言うことなんか聞かないぞ、そういう方々が圧倒的に多い。このことを我々は深く認識を持っています。かつてなら私がなぜこのことを承知の上で、同業他社がいて国のものを民営化すれば